はい、どうも。今回はですね、結構古い話になっちゃうんですけど、キム・ジョンナムさんですね。キム・ジョン、まあ、オウム真理教の話を見てたんですけど、なんかね、本当かなと思うんだけど、サリン以外にも VX ガスとかですね、なんかいろいろ作ってたそうなんですけど、その土山あさみさんがですね、土山あさみさんが優秀なので、VX ガスとかですね、サリンとかですね、あとはちょっと覚えてないんですけど、そんなのを作ってたそうで、で、オウムちょっと今回関係ないんですけど、キム・マサオさん、キム・ジョンナムさんもですね、VX ガスで亡くなっているそうで、キム・ジョンウンさんのお兄ちゃんですね。ちょっとですね、血縁関係はちょっとよくわからないですけど、腹違いなのではないかっていう噂なんですけど、キム・ジョンナムさんですね。キム・マサオさん。キム・マサオさんはですね、思いっきり暗殺なわけですね。なんかですね、布に染み込ませた液体をですね、フィリピンかどっかでですね、若い女性にですね、まあちょっとお金を渡して、これをあの人にこう口をこう塞ぐような感じでですね、やってきてって言うとですね、5万円くれるおじさんがいたりするんですね。で、はい、今回もドッキリ大成功でしたみたいな感じで、終わるんですよ。で、今度はあの人にこのまたこのなんか液体をですね、この液体の匂いを嗅がせてきてって言ってですね、女性2人でですね、うんってこうやってやってですね、はい、今回も大成功でした、はい、5万円あげようみたいな感じの遊びをしてて、で、そこでキム・マサオさんですね、じゃあこの液体の匂いをですね、あそこのおじさんに嗅がせてきてって言ってですね、キム・マサオさんにやったのはですね、 VX ガスでして、で、女の子たちはですね、罪悪感がないわけですね。だけどまあ、ジョンナムさんはまあ、わーってこう、苦しみだして、空港かなんかなんですね。で、ジョンナムさんがですね、降りてきたところで、降りてきたところなのか何なのか知らないですけど、多分そんなタイミングでですね、VX ガスを嗅がされて、で、おそらく女の子たちにはですね、絶対この匂いを嗅いじゃダメだよとかですね、まあ、その、防毒マスクがなんかつけてたのかな？ちょっとわかんないですけど、女の子たちは無害で、ジョンナムさんがですね、そのまま、体調不良を訴えたまま、亡くなっちゃうわけですね。これはですね、北朝鮮のですね、後継者争い、後継者争いのですね、第1位がですね、おそらくキム・ジョンナムさんなんですよ。で、何番目かがですね、キム・ジョンウンさんで、キム・イルソンじゃないや、キム、あれ、名前忘れちゃったな、キム、ジョンイルか。ジョンイルの後を継ぐのはですね、ジョンウンなんだって感じで、ジョンウンさんがやらせたのか、あいつに継がせるわけにはいかないみたいな感じだったのか、ちょっとわかんないですけどね。北朝鮮のですね、支配にはそんなに興味はなかったような感じなんですけど、まあ、北朝鮮のトップの長男なんでね、お金はですね、ある程度あってですね、一人で東京ディズニーランドとか行っちゃってるぐらい、一人で行くとか、なかなか度胸あるな、見どころのあるやつじゃないか、みたいな感じのとこなんですけど、はい、キム・マサオさんもですね、暗殺に遭ってまして、VX ガスだそうです。若い方はですね、知らないと思うんですけど、これも結構ですね、北朝鮮のですね、
王様みたいな後継第一位のですねジョンナムさんはですね継ぐつもりはなかったのかもしれないですけど、存在してる時点でですねあまり良くないっていうことだったのかもしれないですけど、はい、今回はですねキム・ジョンウンのお兄ちゃんがですね、VX ガスで暗殺されたよって、結構ね安上がりの暗殺だったのかなと思いますってことで、はい、今回以上です。